ベニ県はボリビア北東部の県。八つの郡で構成されている。行政府所在地はトリニダ。主な町としてはリベラルタやマグダレナなど。北東側はブラジル国境で、南側はコチャバンバ県、西側はパンド県とラパス県、南東側はサンタクルス県と接している。県の南西端にアンデス山脈島園がかかり、 標高約1500メートルほどの山地となっているほかは、アマゾン川上流地域にあたり、標高400メートル以下の低平な地帯が、県土の大部分を占める。年間降水量は1000ミリメートルから2000ミリメートルであり、熱帯雨林が広がっている。20世紀初頭には天然ゴム生産で重要視されたが、近年は大きな産業がなく、経済的には苦しんでいる。 農業としては、肉牛の飼育などの畜産業が行われている。鳥に出しのように、17世紀頃に、キリスト教の布教のために作られた町が多く存在し、現在も古い教会が多く残っている。県北部のリベラルタには、日系人が多く住んでいる。この地域ではキャッサバを多く食べる。茹でたり焼いたり揚げたものがほぼ毎日の食卓にぼる。ベニー県は、ボリビア国内では、 相対的に豊かな方に入る。その影響もあり、2000年代に入り、サンタクルス県などと同様に、地方自治の拡大を目的に、自治憲章の制定を目指しているほか、2009年1月の新憲法に対する国民投票では、西部の県と異なり、反対票が多数であった。ベニ県は8軍から構成されており、その参加に市町村がある。 社団法人海外農業開発コンサルタンツ、協会ボリビア共和国、ユンガスデ・バンディオラ、地区間外開発計画プロジェクトファインディング調査、報告書 1P ハットジャイカ研究所ボリビア、国別援助研究会報告書 190P ハットジャイカ研究所ボリビア国別援助研究会、報告書 96P 在ボリビア日本国大使館、ボリビア外教。ありがとうございます。